こんにちは、観察隊のカンナです。はい、椿です。起きたてです。はい、あ、こっち見た。あ、おいで。あ、ダメだわ。はい、はいよ。観察チャンネルです。はい、さあ今日は何を紹介しますか。鬼滅です。はい、さあ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 、どうぞ紹介していってください。これは何ですか。ちょっと待って、はい、ちょっと見せてって。すぐ開けないで。あ、なんつうのこれ、なんか暗いな。これ何、はい、言ってて、はい、来い、はい、はい、名前忘れた。これ誰だっけ。しのぶちゃんだ、そうそうそう。おうおうおう。あ、有名なシーン的な感じのものだね。これ、まあ、どこで買ってきたこれ。トライアルだった。あ、トライアル、おお、そう。トライアルってこれ、なんてやつだろう。鬼滅の刃？お楽しみ感みたいな。お楽しみ感みたいな感じだよね。いくらしたこれ。1500円。働いてこい。働いてこい。はい、じゃあ開けてってください。はい。はい。まあまあ、この箱がね、もうそもそもなんか買うあれになるよね。はい。じゃあ一つずつ出してって。じゃじゃん。鬼滅のポッポンです。あ、何？そういうもんなの？パパなんかおもちゃ系なものが入ってるのかと思ってたんだけど、じゃないよね。はい。しのぶちゃんと、なんかこのセット多いね。次がこれです。早いですよ。はい。付箋。なんか暗いなぁ。森？はい。嘘？嘘でしょ？お前食べたんじゃないの、なんか。食べてないよ。お前ちょっと働いてこい。どういうこと、マジで言ってんの。さすがにパパちょっとトライアルに電話してくるけど、これマジで言ってんの。嘘でしょ。冗談で言ってんの。1700円でしょこれ。1500円。さすがにぼったくりだべこれ。いやちょっとこれなんか入ってんじゃないこれ。ちょっと開けても一回。嘘でしょ。何言ってんのか。びっくりする。今開けたのこれ本当に。うん、多分。本当だよ。あ、そう。これちょっとパパの感覚がおかしいのかな。逆に1500円のが安いとかっていう話なのかな。わかんないけど、その箱にお金がかかってる。箱がかかってるのかな。まあ、カンカンではないよね。うん、まあだけど、まあこんなの。ゴミ箱的な。うん、これ1000円ぐらいでしょこれ。え、何が。普通に考えて。あ、ゴミ箱やな。お菓子ボックスかい。付箋が300円とか300円ぐらい。ね、600円。これお前ちょっと探してやろう。これどこのメーカーよこれ。ああ、そうだよね。まあそうだよね。お菓子メーカー普通にはね、これバンダイからやったしてるわ。うん。おう、そうか、まあまあまあ、子供たちに人気なことをいいことに。さすがにパパはこれ、ちょっと、だいぶ否定的だよ。バンダイから出してるね。バンダイから出してるね。ちょっとなんか入っててもいい。あ、ちょっと開けなくていいよ。うん。あ、ちょっと開け、あ、開けたい、うん、いいの、うん。いいよ、いいよ。お前は、お前、それ、高級だからな、お前。まあ、商品で考えたらお前これ2つだけだったら750円だぞお前それ1個、うん、え、そういうもんなの。はい、はっ、すはあ、はあ、はあ、もうさ、なんか付箋とか言うからパパなんかこうなんか貼るものかと思ってたんだけど、いや貼るもんなんだけどね、もうこれ貼れないでしょこれ。ちょっと見して。あ、付箋でしょ。うん、入ってペタッと貼るでしょ。本当にはあ、お手紙か。いや本当に言ってんだけど、本当にこれ2つしか入ってないの俺、うん、まあお買い得なんだろうね、こう鬼滅を好きな人にしてみれば。でも俺パパ的にはこうなんか小物がちょい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 入ってんのかなと思ったんだよね。もうどうした。うん、お前ポップコーン、まあ、食べ物の前として考えてる。お前これ一つだけだよ。よかった買って。あ、そっか。あ、
こんな感じです。まあ親はまあまあこうだブー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 言ってますけど、子供はすごい良かったっぽいですね。買って良かった？はい。うん。まあまあ結構夢中だね。はい。はい。まあいいか。まあパパはちょっともうなんかもうバンダイに電話したくなって、今トライアルに電話じゃないの、これバンダイに電話だね。まあいいや、かな締めようか。おすすめですか？本当ですか？終わりました。うん、じゃあはい。グッドボタンを押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。次はまたね、バイバイ。はい、バイバーイ。鬼滅の刃の箱。缶じゃないね。これなんだろうね。うん、ああまあゴミ箱的なのと。ポップコーンでした。はい。